ウィロード第2節3戦目中日ドラゴンズ対バッターボックスは4番ロペス。さっきは苦手なアウトコースを突かれましたから、はい、まあここはそこをどう対応するかですね。なるほど。さあ、あえて狙うか見極めていくのか。引っ張った、大きな打球になった、レフトオーバー。バッターランナーは二塁まで進みました。ワンアウトからランナー出塁しました。ワンアウトランナー二塁となりました。ここはうまく引っ張っていきました。いや、本当にうまく反応しましたよね。ここで打席には甲斐が入っています。ここはいいバッターが続きますから、チャンスですね。さあ、一打先制のチャンス。中盤前に先手を取っていきたいですね。なるほど、そうですよね。低め、いいところに持ってきましたが外れます。ライナーを抑えてアウト。ワンアウトランナー二塁と変わっています。バッターボックス荒木、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ツーアウトになっています。さあ、勝利まであとワンアウトとなりました。まあそうですね、最後きっちり締めてもらいたいですね。ソフトバンクホークスが僅差で勝利を収めました。